こんにちは、林です。今日はですね、ハステルブラッドの CFV100C に映るんですのレンズから作られた映レンズっていうプロダクトがあるんですが、そちらをつけてスナップ撮ってみようと思います。まあ、100万円の映るんですっていうパワーワードが使いたかっただけなんですけれども、昨日同じくハステルで 45P をつけた動画を出して、そこで中盤最軽量クラスという話をしたんですけれども、これこそが中盤最軽量なんじゃないかなと思っている組み合わせでございます。さあ、100万円のカメラに映レンズをつけてどんな映りになるのか POV 形式で見ていきましょう。いや、まずこれ外観なんですけれども、とにかく可愛すぎる。中盤とは思えないこのサイズ感に、なんていうかこのミスマッチなね、安いプラスチック製のレンズと、この質感の高い外観という感じで、どんな写りになるか見ていきましょう。最初はですね、近所の公園ですね。なんか、このね、なんていうんですか、椅子っていうんですかね。これ撮るの最近ハマってて、なんか独特な質感と色なんですよね。写レンズファーストカット。なんですけれども、こんな感じ。いや、めちゃくちゃエモくないですか。まさに映るんですっていう感じで、100万円のセンサーが効いてるかどうかはぶっちゃけわかんないですね。ただ中盤なのでイメージサークルが広いので、本来の映レンズの画角よりも、広い領域まで使ってるっていう感じですね。でも映りはまさに、なんて言うんだろう、ダイナミックレンジがめっちゃ広い映るんですみたいな感じですね。ちょっと寄りも撮っていこうと思います。 POV は、いつもながらオズモポケット3で撮っております。はい、こんな感じ。やっぱ元々が広角レンズなので、こういうダイナミックな感じがいいですね。シュールなコンポジションみたいなのを意識して、もう1枚撮ってみましたが、やっぱりこの感じは他のレンズには出ない味だなぁという感じがしますね。ただなんか最短がそんなに寄れなくって、2メートルぐらいかな、もともとの映るんですの距離なのかもしれないんですけど、このぐらい寄っちゃうとね、ピントが合わないっていう。でフルサイズのカメラと一緒に使うときはヘリコイドアダプター、繰り出しできるアダプターで使うことで映レンズで最短を縮めて寄りも撮ることができるんですけれども、中盤だと多分ヘリコイドアダプターがないので、近くにピント合わせるっていうのは難しいかなというふうに思ったりしてます。2メートル以降ぐらいはほぼほぼパンフォーカスなので、あんまり近づきすぎないで撮っていく分にはいいですね。なんかこのカットとかめちゃくちゃ好きでこの雰囲気が、これはまあでも中盤でこれをやる意味があるかわからなくって、正直シグマの FP とかにつけた方がいい説はある。ただハッセルで映るんですのレンズを使っているっていうなんか楽しさみたいなのは撮影している時にめちゃめちゃありますね。このカットとかはビニールハウスを撮ってるんですけど、かなりこう空の色が深くっていい感じですね。この土の色もね、やっぱり普通のレンズではこう出ないというか、映レンズならではの味が出てる感はあります。とにかく適当に撮れるのでサクサク撮っていけるのが、なんか中盤の撮影体験じゃないですね。本当にこう縦横とかも僕普段は割ときっちり合わせるんですけど、今日は何も考えずに、どんどん撮っていくっていう感じで撮ってみてます。なんかビニールハウスの色めちゃくちゃいいですよね。あとやっぱり空が、もともと今日空すごい青いんですけど、この色とかはいや、なんかすごいいい色だなと思いました。やっぱりなんか周辺原稿もあって、空の色がすごい深いし、この校舎の色も、なんて言ったらいいかわかんないんですけど、少しこのオールドな感じでありつつも、ちょっと抜け感があるみたいな感じの色がすごいいいなと思いました。なんかこういうシチュエーション、こういう面白く影が落ちてるみたいなシチュエーションが、なんかいいですよね。いいですね。普段ここまでそのパンフォーカスで撮ることも少ないので、まあでも結構今日ピーカンに近いんですけど、それでも ISO64 だとシャッタースピード50分の1秒とかなので、映るんですよ、シャッタースピードって、やっぱ結構遅いんだなっていう風に思いました。100何十分の1秒で固定ですよね、映るんですって多分。まあ、こういう光と影だけを切り取っていくみたいなのも、まあ、iPhone みたいな感覚でサクサク撮れるので、
映るレンズ自体すごいおすすめだなというふうに思ってます。あとこれ逆光なんですけど、とんでもないフレア入りますね。ちょっとこうカメラ振ってみるんですけど、すいません、あの反射が強くてちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、真っ赤なフレアが入るので映りもすごいことになってます。いやーでも映るんです、なんかこういう写真あったなみたいな感じですね。これ今回のベストショットですね。近接すぎてピンは来てないんですけど、これこの感じめちゃくちゃ映るんですっぽいというか、ちょっとあの直光が入ってるのでフラッシュ焚いたみたいな雰囲気になってるんですけど、この感じが撮れるのは映レンズならではだなというふうに思いました。ここでなんかこう一つ正解を見た気がするので、なんか次回はこういうカットたくさん撮っていきたいなって思いましたね。ここは、ミラノ反射で地面が明るくなってるのを切り取ったカットですね。このカットもすごい好きですね。なんかコントラストは低いんですけど、まあ、やっぱりさすがハッセルのセンサーなので、ハイライトからシャドウまで、階調が残ってるので、映るんですだとこう出なかった階調みたいなのが、相まって、まあ、デジタルで撮る意味はあるのかなっていう感じですね。ここも光と影がすごい綺麗だったので撮ってみました。うん、このカットが一番映るんですっぽいかも。すごい映るんですフィーリングです。まあ、個人的にはかなり今回気に入ったというか、めちゃくちゃ手軽に撮れるので、常に映レンズは持っておいて、手軽にスナップする時間っていうのを作るっていうのも悪くないかなと思いました。このコルベットのカバーに落ちてる光、うん、これもめちゃくちゃ好きなカットですね。なんかこう、近接とか気にせずにとりあえず寄ってこうブワッてある感じで迫力のある絵を撮っていくのが結構楽しいかもしれないです。あ、これもいいですね。これもさっきの正解カットと似た考え方で撮ってるんですけど、かなり正解っぽい。何が正解なんだって話なんですけど、こういう撮り方なのかなーと映るレスのレンズは映レンズは思ってます。はい、ラストですね。ここはフレアがすごい綺麗に出ていたので、木の幹に近づいて撮ってみました。まあ、今回の中で一番こうまとまりのあるというか、そうそうこういう使い方だよねっていう写真かもしれないですね。大胆なこの赤のフレアが入るので、左半分赤で右半分は元々の色っていう感じで、光も入っててっていう感じのこう揺らぎがありつつダイナミックなカットという感じで、なんとなくこう撮り方が分かった気がするので、次回もう少しねこう正解を出せるというか、映レンズならではの絵が撮れるように頑張っていきたいかなというふうに思っております。ということで今回はですね、一旦ちょっとねテストしてみようと思って今回撮ってみたんですが、100万円の映るんですで撮ってみたという動画でございました。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。